ションチュウ、こんにちは、ドクターレーションです。はい、今日はですね、2年前にやって人気だった1年を通してやってよかった美容医療を発表したいと思います。ちなみに去年とか一昨年は全く別のものだったと思う。だからもう全部新しいものになっております。第3位の方からお願いします。はい、第3位は首の縦筋の筋肉のボトックスです。これはですね、何かと言いますと、いいってやった時にここに筋出るじゃないですか。この筋肉って後傾筋っていう筋肉なんですけども、この筋肉がこのフェイスラインを下に引っ張ってるんですね。ボトックスはボツリヌス特進で筋肉を一時的に緩めることができたり、まあ、小さく筋肉することができるんですけど、下に引っ張ってるのを緩めることができるので、たるみがちょっと改善するというものになってます。で、私もお客さんに結構やってたんですけど、この間自分いいってしたらめちゃめちゃ出てて、でプラスでやっぱりこのフェイスラインのたるみも気になってたのでやってみたんですが、なんかすごい良くて、これはもっと前からやるべきだ、まあ、もっと前からって、まあ、たるみが気になる方はやってみるといいかなと思いました。でダウンタイムもほぼなしで、まあ、打つ箇所もそんなに多くないですし、首私麻酔なしで自分に打ったんですけど1ミリも痛くなかったんで、年末何にお金使おうかなっていう考えてる方はまあおすすめできるかなと思います。第2位は、第2位はですね、スネコスです。前の美容医療の動画でとうとう自分で目の下にスネコス打ってみましたけれども、やっぱりね、目の下の小じわかなりなくなりました。で私毎日毎日顔見ますけど、あ、これは良くなったなって思いました。なんで、まあ、目の下の小じわにも効くっていうのと、あとやっぱりすごくいいなって思ったのが、眼下脂肪が前に出てきてたるみっぽく見えるのも皮膚でグッと抑えてあげて、目の下のたるみっぽいのも少し改善できる、あとは予防になるっていう点で、あの年末にやってみるのはすごくありかなと思います。腫れも2日3日で収まりますので、31日とかあったら全然できる施術にはなりますので、よかったら動画をチェックしてください。はい、じゃあ2021年一番良かった第1位をお願いします。第1位は糸リフトなんですけれども、糸リフトでもこういうんじゃなくて、なんとですね、顎下の糸リフトです。顎下のたるみを改善する糸リフトっていうのが最近出てきてまして、これもね、あの糸リフトやりましたっていう動画に実は載ってるんですけど、普通はこう上に上げたりっていうものなんですけど、顎下にまあコラーゲンを作る糸を入れて、こうたるんでるのをピッで止めてあげるっていうのが、びっくりするぐらい顎下の悩みがなくなりました。二重顎が気になるけど脂肪はもうあまりないな、ダイエットはしても変わんないっていう人は、糸リフト顎下をやってみるのはいいと思います。やっぱり今日紹介した3つの中では一番ちょっとこう腫れたり内出血が起きたりっていう可能性はあるので、なので1週間ぐらいダウンタイムは見てもらえれば全然いいかなと。ちなみに今こう1、2、3位発表したんですけど、これはもうあのスネーションさんの働かれているところで全部受けれるっていう。あ、そうですそうです、あの私が働いてるリンクリニックと、リンクリニックはちょっとイトリフトやってないんですけど、ラクリニックで受けることができます。あの、まあ、年末に向けて本当何やろうって思ってる人って結構多いと思うんですけど、やっぱね、顎下すごいやってよかったです。ぜひやった方はコメントいただければと思います。はい、またじゃあ木曜はインスタライブやってるのと、金曜日曜で YouTube 投稿してますので、ぜひ美容好きな方はチャンネル登録お願いします。またね、あと美容医療のリクエストもあったらお待ちしてます。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。